3月28日火曜日、中央児童センターで子どもパレット祭りが開催されました。まずは大安中学校吹奏楽部の皆さんがアニメのテーマソングや子どもたちのよく知っている曲を演奏し、会場を盛り上げました。このイベントは春休みのお楽しみとして毎年開催しているもので、続いて子ども学び教室の子どもたちが1年間の頑張りを発表しました。まずは和太鼓教室のドンドラと打ち合わせ太鼓の発表です。演奏した児童の中には、春から中学生になりこの教室のメンバーとしては最後となった出口翔也君もいて、今まで本当に楽しかったです、太鼓が大好きなのでいつかは大安ことぶき太鼓に入りたいですと話し、みんなで声を掛け合いながら練習の成果を出し切っていました。こちらは楽しいヒップホップダンス。朝は緊張していたけどメイクをしていたら自然にほぐれてきたという子供たち。本番前に笑顔を忘れず、お客さんがハッピーになれるよう踊りますと話していた通り、チームの個性を十分に発揮し、訪れた人を楽しませていました。そして三重県を中心に全国で活躍する人形劇団ドムナランの怒りの餃子の鑑賞もありました。怒りのパワーを炎に変えて次々に美味しそうな餃子を焼いていく話に子どもたちは夢中になっていました。ここで子どもパレットからのお知らせです。この春から子育ての不安や困りごとを気軽に相談できる子育てコンシェルジュのサービスが始まりました。いなべ市の子育て情報も発信していますので、ぜひご利用ください。またこの日は三重次世代育成応援ネットワークのキャラクターミップルも駆けつけ、子どもたちと触れ合うなど、とても楽しいイベントとなっていました。